アンドリュー・ジョーダン・コールは、アメリカ合衆国フロリダ州、セミノール郡、ウィンタースプリングス出身のプロ野球選手。ウトウミギウチ。MLB のトロントブルージーズ所属。2010年の MLB ドラフト40目で、ワシントン・ナショナルズから指名され、8月15日に契約。契約後、参加の A-9 バーモントレークモンスターズでプロデビューし、1試合に登板した。 2011年は A 級ヘイガーズタウンサンズでプレーし、20試合に登板して4勝7敗、防御率4.04、108奪三振を記録した。2011年12月22日にジオ・ゴンザレスとのトレードでトム・ミローン、ブラッド・ピーコック、デレク・ノリスと共にオークランド・アスレチックスへ移籍した。2012年は参加の A 級ストックトンポーツで開幕を迎えたが、 8試合の先発登板で0勝7敗、防御率7.82と結果を残せず、5月23日に A 級バーリントンウィーズへ降格。A 級バーリントンでは19試合に先発登板して6勝3敗、防御率2.07、102奪三振を記録した。ワシントン・ナショナルズ時代2013年1月15日にアスレチックス、 ナショナルズ、シアトルマリナーズ間の三角トレードでナショナルズに復帰した。A 級ポトマックナショナルズで開幕を迎え、18試合に先発登板して6勝3敗、防御率4.25、102奪三振を記録した。7月23日に A 級ハリスバーグセネターズへ昇格すると、7試合に先発登板して4勝2敗、防御率2.18、 49奪三振を記録した。2014年はメジャーのスプリングトレーニングに参加し、オープン戦は3試合の登板で6.2回を5安打、無失点に抑えた。シーズンは A 級ハリスバーグで開幕を迎え、14試合に先発登板。1完封を含む6勝、防御率2.92位の成績で6月27日に トリプル A 級シラキュースチーフスへ昇格。トリプル A 級シラキュースでは11試合に先発登板して7勝0敗、防御率3.43、50奪三振を記録した。オフの11月20日にナショナルズとメジャー契約を結び、40人枠入りを果たした。2015年3月18日にトリプル A 級シラキュースへ配属され、そのまま開幕を迎えた。 3試合に登板後、4月28日にメジャーへ昇格。同日のアトランタブレーブス戦で、先発起用されメジャーデビュー。しかし、2回を9アンダー9失点と打ち込まれ、翌29日に、トリプル A 級シラキュースへ降格した。5月15日にダ、ダグフィスターが、故障者リスト入りしたため再昇格。同日のサンディエゴパドレス戦で10点リードの7回裏から、登板し、 3回を1アンダム失点に抑え、初セーブを記録した。最小格後はリリーフとして2試合に登板したが、5月24日に、トリプル A 級シラキュースへ降格した。9月3日に最小格したものの、登板機会はなかった。この年メジャーでは3試合に登板してる勝賞0敗、1セーブ、防御率5.79、9奪三振を記録した。 二千十六年は八月二十二日以降、先発登板する機会を与えられ、八試合に先発登板した。一勝二敗、防御率五点一七ホイップ一点三三と打ち込まれ、傾向だったが、三十八点一イニングで三十九三振を奪う三振脱出能力を見せた。マイナーでは、二十二試合に先発登板して八勝八敗、防御率四点二六。 ホイップ1.33を記録した。2017年は11試合に登板して3勝5敗、防御率3.81、44奪三振を記録した。2018年4月20日にディーフとなった。2018年4月24日に金銭トレードでニューヨークヤンキースへ移籍した。4月28日のロサンゼルスエンゼルス戦でヤンキースで初めて登板した。 レギュラーシーズンではリリーフとしてヤンキースのブルペンの一角を成した。ヤンキースのみの成績は28試合の登板で防御率4.26だった。2019年1月4日にリーフとなった。2019年1月11日にウェーバー工事を経てクリーブランドインディアンスへ移籍した。二月四日にニック・ウィットグレンの加入に伴ってリーフとなり、十一日に マイナー契約で参加のトリプル A 級コロンバスクリッパーズへ配属された。5月11日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。この年は25試合に登板して3勝1敗1、セーブ防御率3.81、30奪三振を記録した。オフの11月4日にマイナー契約でトリプル A 級コロンバスへ配属され、同日中に FA となった。2019年11月25日にトロントブルージェイズとマイナー契約を結び、2020年のスプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。2020年7月23日にメジャー契約を結んで40人枠入りした。オフの12月2日にノンテンダー FA となった。2021年1月8日に マイナー契約で再契約を結んで、スプリングトレーニングに招待選手として参加することになったと報じられ、12日に正式公示された。2021年5月8日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。ありがとうございます。